ホンダ CBR、ホンダ CBR400RR、CBR400RR は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイである。ホンダ技研工業が、製造販売する、CBR シリーズ排気量 400cc クラスの、ロードスポーツモデルである。本モデルは、1986年から、販売されていた、NC23 型 CBR400R の、 実質的、フルモデルチェンジ車であり、従来のフルカバードボディからより、レーシーなフルカウルを装着する、レーサーレプリカにコンセプトを移行した上で、社名変更を合わせて実施したモデルである。1988年当初は、NC23 型。1990年以降は、大幅な設計変更を行った、NC29 型が2000年まで製造された。 1987年12月15日発表、1988年1月19日発売。形式名は、先代の CBR400R と同じであるほか、搭載される内径 X 工程 55.、55.5、X42.0、排気量 399cc の NC23、E 型水冷4ストロークカムニアトレーン4。 バルブ DOHC 並列4気筒エンジンも、キャリーオーバーで、当時の自主規制最高値となる 59PS であるが、以下の改良を実施した。日本国内年間販売目標1万6000台、希望小売価格69万9000円に設定した。なお本形式の性能向上や、設計変更の伴うマイナーチェンジについて、 ホンダ技研工業は公式的な発表はしておらず、1988年7月11月、並びに1989年6月にカラーリング変更、追加のみ行ったとしている。CBR400RR、高次元ヒューマンフィッティングを開発キーワードに、NC23 型から以下の改良並びに設計変更を実施した1990年モデルへのフルモデルチェンジ車である。 変歴、ありがとうございます。